ようこそ、ギターのもそうじゃないそうです。ということで、先ほど、乃木坂46、向井葉月の何者ラジオですね、にて、32枚目シングルに収録される、Never Say Never が発売されました。イェイ。皆さん聞きましたでしょうか？フルでのね、初解禁ということになったんですけれども、いや、どうでしたか？いや、ちょっとね、いい曲だったね。めちゃくちゃいい曲でしたね。まあ、この Never Say Never は乃木坂46の野球好きメンバーの5人ですね。野球好きメンバーのユニット曲というね、ことになっていて、でもその応援ソングみたいなこともね、その商品概要のところに書いてあったんですけど、めちゃめちゃ応援ソングだったね。めちゃくちゃ応援ソング、応援歌っていう感じで、まあ、本当に葉月もね、言ってたけど、ラジオの時にね、言ってたけど、こう野球選手の方も応援できるみたいな夢と希望がたっぷり詰まった曲もまさにね、その通りの曲で、でも結構歌詞とかその野球にやっぱり寄せてるような感じだったかな、その野球の歌詞みたいな感じにはなってたけど、まあ、もちろんね、野球やってる人とかもそうだし、その野球だけじゃなくて頑張ってる人とかに本当に勇気をもらえる、勇気をくれるようなその応援ソングだなっていう感じで、めちゃくちゃ良かったんですよね。これ僕ね、初親の時 WBC、まあ、今もつけてるんですけど、テレビでWBC 見ながら初親聞いたのね、この Never Say Never。めちゃくちゃいいじゃんってWBC 見ながら聞くネバーセイネバーが一番いいやってね感じで、だから本当にそれこそやっぱ登場曲っていうのかな、上に使われたりしたらもうめちゃくちゃ合うと思うし、そのなんか野球の映像とともにさ、野球の映像とともにこのネバネバよね。いや、略出するとやっぱネバネバでしょ、ネバーセイネバー流れてみたいな、野球の映像と一緒にみたいな感じはもう最高だろうなって思うし、それこそなんかこうなんかのね、野球のこうテーマソングとかね、それ甲子園とかさ、僕はあんま分かんないんですけど、甲子園とかだって高校生が頑張ってるわけじゃないですか。それでこの曲がね、テーマソングになったりとかしたらめっちゃ合うなっていう、高校生が頑張ってる姿と共にこの曲流れたりとかしたらさ、もうめちゃくちゃやっぱその、だから野球面でもこの曲がいつかこう流れる日が来たらすごいいいなって、思ったし、またやっぱライブでもすごく盛り上がりそうな曲だなって思ったので、ライブでも早くね、この5人の、ネバネバネバね、ネバネバ聞きたいなって思いましたね。いや、めっちゃいい曲、まあ、始まりからだってめっちゃいい曲だったもん。なんかすごい元気にもなれるしみたいな、もうそれこそやっぱ勇気をもらえるしっていう感じだし、あとはこの5人の歌声とかもなんかやっぱこの応援歌っていうところで、応援ソングっていうところでこう気持ちが入ってるというか、より、その応援ソングの歌い方というかさ、より気持ちが入ってて、そのそれぞれの5人の歌声とかもめちゃくちゃ良かったなって思いました。いや、これマジでいい曲、これもうずっと聴いて、なんか頑張る時とかにこれ聴いてさ、これ聴いてよっしゃ頑張ろうみたいな、なるから、めちゃくちゃいい曲だなんだ、またいい曲来ちゃった、神曲来ちゃったなっていうね感じで、いや、ネバネバね、ネバーセイネバー、めちゃくちゃ個人的には本当応援ソング、もう最高の応援ソングだなって思いました。はい、ということでですね、ぜひ皆さんもね、発音や聞いた方、皆さんのコメントなんかもコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ての散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。